はようございます。釣り子 TV です。これはね、中古で買ったお気に入りのですね、ロード K っていうボックスなんですけど、まあ昨今のね、レジ袋をなくしていこうっていうさなかね、買ったルアーがこの中に入っております。というわけで、まあこのケースはね、どっちからも開いてですね、こう使いやすいケースなんですけども、早速ですね、往年の名作、ちょっとこれ探してたんだよなぁなんていうルアーがあったんで開けていきたいと思います。はい、じゃじゃじゃーん、これねー、はい、出てきました。ラパラのね、まあシャッドラップね、これはね、ちょっと欲しいなと思って、タックルベリーでなんと330円で売ってたんですけども、即バイトしちゃいましたね。で、ポイントがですね、ここのね、どこの釣り具屋さんで売っていたかね、フィッシング日の丸って書いてあって、これ懐かしいな、買ったタックルベリーの位置から見てもね、結構当時近所にあった日の丸釣り具で、売っていたんだろうなっていうね、もうだいぶ前ですね。その後、日の丸は、キャスティングと一緒になって、そんでもってまあ、そこの店舗からは移転を繰り返して、今はね、最新の南行徳の方にその意思は継がれていってるのかななんて思うんですけども、近所にあった釣り具屋さんでね、誰か買って、で、開封しないで大切に取っておいたものが、ね、中古市場に流れ、ね、そしてなぜか330円で買えちゃったっていうね。これはね、状態のいいものがあったら、こういうケースに入ってなくても買っちゃうっていう感じなんですが、箱入りっていうことでね、まあバリバリ使おうと思って買ったんですけども、ちなみにこれ、日の丸で売っていた時はいくらだったのかな。これ剥がしたら見れるかな。剥がれますよ。あれ、あー、セールだったのかな。日の丸でも600円だったんですね。新品で600円で買うことができて、そんでもってさらに中古で、300円の税別330円で買えたよっていう、こういうことですね。じゃあね、早速開けていきたいと思います。開かない。ちょっと待ってください。はーい、ね、出てきましたよ。わー、やったぜ、久しぶりのね、シャッドラップで、この小粒な感じがね、好きなんですよね。これがもう餌っていう感じで釣れちゃうのでね、実はね、今でもシーバスの小さいベイトが食われる時はね、バリバリで使っていて、これ実際に使ってるやつなんですけども、ね、ツインフックに変えて、でタカ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 っていう感じで巻くんですけども、まあこの色とね、このなんだろうね、形、これよく釣れるんで大好きで使ってるんですけども、改めてね、ちょっと新品でラパラっぽいね、こんな感じの色で売っていたので買ってみました。で、昔のパッケージなので、こういう説明書も入ってますね。ラパラね、あーこんなラインナップだったなーね。うわー、あとね、パトラップとか、パトラップ、あー、マグナムとかね、マグナムカウントダウンね、あー、まあいろいろなサイズ感とね、あるんですけども、こういうウッドで、あ、糸の結び方とも書いてありますが、こんな感じのね、説明書がついてきて、でこういう感じの箱にね、収められてるっていうことで、はい。で、これ出しどころなんですけども、ちょうどもう今秋のシーズンに入ってきたんで、巻物でですね、そんでもって結構浅いレンジをですね、テンポよく引いてこれるっていうことで、このリップ形状がね、独特なんですけども、
これで5センチですかね。これね、サイズがいくつか展開されてるんですけども、まあ、シーバスなんかでもね、小さいベイトを変色してるときはこのサイズ最高にいいんですけど、ブラックバスなんかでもね、ダム湖のバックウォーター付近とかをね、引っかからずに、こう巻いてで、もうね、すごいサイレントなんで、これで静かにぬるぬるぬると泳がしてバイトをね誘発したりとか、 あとはねまあなんでまああえてこの古いルアーなのかっていうと、まあ最近のリールですよね。このこういう新しいリールが重心移動の入っていないこういったちょっと昔のルアーをですね、非常に快適に投げさせてくれるなっていうのがあって、でまあ島の台はね、アブとかね、いろいろもう各種どこのメーカーからもベイトフィネス機って出てますんでね、自分は軽いの投げるのだと、カルカッタコンクエストの BFS とか、はたまたこういうグラビアスのね、シャロースプールモデルでギア比の比較的ゆっくりのものね、こういったものを使っておりますが、まあ、ここら辺のちょっと古いルアーがねバシューンと飛んでいくんで、快適にね釣りが楽しめるなっていうことで、ただやっぱ最新鋭がいいよっていう方なんかはね、ここら辺になってくるんじゃないかなと。これメガバスのアイバイアイシャットですね、まあ、ここら辺もね、このリップの感じとかサイズ感とかね、シャトラップでしょう、ね、まあ、ここら辺が、オリジナルな感じだとすると、こっちなんかはねもう最新の LBO のね2とかがね入ってたりして、まあすんごい飛ぶってね、まともにやったらね、それこそやっぱり、作りが重心移動とかそうでないとかフットだとかねあるんで、ものすごい変わってはくるんですけども、ただこのウッドが持つね、独特ななんて言うんですかね、食わせの能力っていうのは、やっぱりねラパラならではなんじゃないかなって、未だにね、CD シリーズね、カウントダウンシリーズとかよく使えますし、ただまあね最新鋭だとこういう風にね、ジャパンオリジナルみたいな感じに今は生まれ変わったりしてますんでね、ここら辺はお好きで使っていけばいいんじゃないかなと思いますが、ポイントとしてはね、もうやっぱり古いルアーなんで、物によってはね中古屋さんなんかでこうやって300円とかでね、買うことができる、ね、330円で買いましたけども、これでね釣れるんであればすごいね楽しいね、気分も上がるんじゃないかなっていうことで、もちろんこういうルアーも好きですけど、こういった感じのね、古くていいルアーね、また中古屋さんなんかで掘り出せたら買ってきてね、実際に釣り場の方でも使っていきたいなんていう風に、思います。まあね、こういう感じの往年の名作ね、中古釣り具屋さんで掘り出しながらこう眺めてね、おーいいね、ここら辺のラインとかね、だったのもう変態ですけどね、この背中のこのラインとかね、まああとはラパラの場合、この独特なラパラな感じのカラーリングなんかね、特に好きですけども、まあ、こういう感じで、釣り具屋さん巡りっていうのもね楽しいんじゃないかなということで、まあ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 実際にね、釣り場に行かないと始まらないんで、またね、どんどんこういうの持って釣り場の方にも、行きますけども、まずはね、330円で買えた、これ良かったなっていうところでね、こんなラパラ買ってみました。であとはね、まあ、一番最初出てきましたけど、このケースね、もうこれで3個目かな4個目ぐらいなんですけど、ほんとねシンプルでね、使いやすいんですよね。釣りの現場でこう仕切りありのものとなしのもので、これ仕切り板はないんですけど仕切れるようになってるやつですけどね、まあ、ここら辺のこういう感じでちょっと今日はこれ投げようかななんていうのをね詰め込んでね、釣りに行くっていうのも楽しいんじゃないかななんていうふうに思いますんで、ケースごと300円のねルアー買ってきてみました。はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はこちらね、中古釣り具屋さんでお気に入りのボックスと、往年の名作ラパラのね、大好きなモデル、お得に買えたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。